こんにちは、緑川です。今日はこちら、伊沢屋さんの購入品紹介で、ご紹介したこちらのパステルカラーロールというすごく可愛い色合いの段詰めの糸でバッグを編んでいこうと思います。こちらアクリル55、コットン45で 190m 入ってますね。かぎ針が6から7号ということなんですけど、これもね、伊沢屋さんで買ってきたんです。7号私の7号社長さんがね、ここ噛んじゃってちょっと使い心地が悪くなったので新しく買ってきました。まあ、使い心地どうかなということも含めて今日これを使っていこうと思います。でね、こうグラデーションでコットンでちょっと太めなんですよね。ワクワクします。ね、購入品紹介の動画撮った時もなんかちょっと変なテンションだったんですけど、もうなんかね、すごい可愛い糸を目の前にしたらなんかもう興奮しちゃってもうね、余韻に浸ってました。すごい毛糸並べて、白から始まってるんですね。はい、じゃあやっていこうと思います。で、最初今日は、円の作り目です。そうですね、で、だいぶ編んでたんですけどちょっとほどいてしまいました。編み地がね、すごくこの毛糸すごく編みやすいんですけど、編み地がちょっと柔らかすぎて、ちょっと頼りないなって思ったんですね。なのでこれだけ編んだんですけど、ちょっとね、ほどきました。で、麻ひもホワイトと引き揃えてやっていこうかなと思います。ちょっと改めてね、やっていこうと思います。で、かぎ針は伊沢屋さんで買ってきた10号ですね。はい、私の10号ね、ちょっとカバーがね取れちゃったので自分で修理できると思うんですけど、ちょっとね、せっかく買ってきてみちゃったので編み心地を、はい、試してみようと思います。ちょっとね、結構ね、7段ぐらい編んでたんですけど、編めば編むほどね、ちょっと柔らかいなと思ったので、でもう一回ね、改めてやっていこうと思います。はい、長編み風な、はい、こんな感じで、で、ここですね、必ずマーカーをつけておきます。はい、で、あと長編みを2個ですね。ほら、これね、このかぎ針なんですけど、ここがね、ちょっとストロークがね、短くて編みづらいですね。はい、ちょっとね、編みづらかったです、今ね。残念。ちょっと前のに戻しますね。ちょっと今ね、こう、かぎ針回すときに回しづらかったので、で、鎖を2個ですね。長編み3。あ、そう、どれぐらい違うかっていうと、これ、ね、違うんですよね。はい、ちょっとこっちに慣れちゃってるせいだと思うんですけど、せっかく買ったけど編みづらかったですね。細い糸を編む、でも、まあ、10号だから細いと編まないですよね。ちょっと残念です。せっかく買ったんですけど、これね、使いすぎてね、ちょっとこれが取れちゃってるんですよね。だからちょっとなんかボンドを入れて修理しなきゃと思いつつね、すごい銃をヘビロテしてるんでね、なんか接着剤取れたっぽいんですよね。ああ、もうこれなら間違いないっていう感じになってきました。さっきね、すごく可愛く水色が出てきた時点ですごく可愛くなってたんですけど、あれちょっと柔らかすぎるなと思って、まあ、エコバッグ的にね、使おうとは思ってたんですけれども、それにしてもね、ちょっと思ったより柔らかかったので、ちょっとね、急遽変更しています。で、鎖2ですね。で、ここ
長編みなのでここは閉じているので閉じますね。はい、そしてマーカーをつけていたところに引き抜きます。ここね、そっと外してマーカーをつけていたところに引き抜きます。はい、でこれで、長編みが3、角が鎖2というもので、今ね四角ができました。はい、そしてここでなんですけど、私こんな風にしようと思うんですよ。ここ立ち上がりを常にここに持ってきたいので、こう進まずにこっちでやっちゃおうかなって、ちょっと無理やりなんですけど、ここでここの穴ですね、こっち1目目をここに持ってこようと思うんですよ。ちょっと待ってね、朝日もバレちゃって。はい、こうですね。はい、ここにつけました。そうで、もう一回ここで穴に長編みですね。はい、そうするといつもここでスタートできるんじゃないかなって、まあ、想像なんですけど、でここからこの1目目の根元に入れて長編みを 1,2,3 と編みますね。3、はい、そしてここで隙間に長編みをまず2つ鎖から、ちょっと待ってね、鎖を2つ同じ穴に長編みを2つ入って、ここがね埋もれてますので見つけてやります。長編み3つありますから1つずつ長編みを編んでいきますね。飛ばさないようにしようと思います。また角に来たので長編みを2、鎖を2、長編みを2、はい、そしてここですね、ここが埋もれて見づらいですけど長編み3つありますからきちんと3つ編みますね。3つ編んでましたね。次はこの隙間のところ、長編みに鎖を2、長編みを2、そしてまたここに長編みを3、1個ずつ順番にまず3つ編みますね。はい、はい、そしてここのところですね、ここは最初に長編みに編みましたからまず長編みを2やって、そして鎖を2やって、そしてここにね引き抜きます。マーカー外してマーカーをつけていたところにかぎ針を刺して引き抜いてこの段を終わります。はい、ちょっと整えてみますね。
くなってますけれども、はい、こういう四角に、ね、なっています、はい、そしたらまたここちょっとねきつかったみたいなんですけど、ここちょっと長めに伸ばして、またここ最初みたいに長編み風の、はい、皆さんはここ鎖編みでもね全然いいと思います。でここにこれね、これ左の2本だけですから、そしたらここに必ずマーカーをつけておきます。ここですね、はい、そしてここの隙間にもう一個長編みをやります。はい、そしてここはね 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7、 ここねちょっと埋もれてますけど、ここしっかり長編みを引き出してやっておきます。そしてここですね、角は長編みに、ね、ここずっと一緒です、長編みに鎖に長編みに、そしてここからここ長編みが7ですね、ここから最後ね長編みにやりますね。で最初に長編み2をしましたから、ここを鎖2でやって、マーカーのところに、はいはい、ちょっとすいません、はいはい、このねマーカーのところにかぎ針を刺して、マーカーを外して引き抜いて終わります。そうかな、はい、うん、そうですね、最初やった時この辺にこう引き抜きがあったので、長編み風の立ち上がりにしてもちょっと気になったんですけど、それを長編み風の立ち上がりをここに持ってくることによって立ち上がりが分からなくねなりましたね、よかった。あと気をつけるのは全部そうなんですけど、鎖2の次の長編みがちょっと窮屈になってるみたいなんですね、私の編み癖なのか。でここもそうなんですけど、この立ち上がりここねちょっとこうゆったりめに編んだ方がねいいのかなという感じです。でこんな風にね編みました。3段でもうね結構ね育ちましたね、よかった。3段で14センチですね、だから、うん、あと1、あと2段ぐらいでいいのかもしれないですね。じゃあちょっと好みのところまで編んでいきます。はい、四角正方形の底を、6段編んできました。はい、で、ね、5段目で6段目に行くかどうかね悩んだんですけど、5段目だとね 20.5 センチぐらいだったんですね。そう 20.5 センチ、食パンが入るぐらいのサイズかなと思って、でもう1段ね編んで6段目まで編んでみました。そうしましたらだいたい26センチになったんですね。なので26センチ、うん、ちょっと大きいかなとも思うんですが、まっすぐこれから立ち上げていくので一応ねこれで編んでみようと思います。
どうしても大きすぎたらほどくかもしれません、はい、ではここから側面にねしていきます。でちょうどね、こう半分ずつぐらいこうグレーっぽいところ、水色っていう感じで、今糸の方がねこんな感じで、おそらくそうですね、6、7段目もブルーで、8段目ぐらいからねピンクに入りそうなんですよね。それもちょっとね楽しみです。やっぱりね段染めの糸でやると糸が変わるのがちょっとね楽しみですよね。でこうグラデーションが重なっていく様もね見るのもすごく楽しいですし、本当にもう段染めラブって感じです。ではですね側面をやっていこうと思うんですが、これそれぞれのね真ん中に、マーカーをつけています。それぞれの真ん中ここで、ちょっとねなんていうのかな、目を飛ばすとかがちょっとあるので印をつけています。ではここね皆さんは鎖編みでもね全然大丈夫です。私ちょっとね今回はこれでやると決めたのでやっております。はい、でここはね今までと同じです。立ち上がりをして、立ち上がりの頭に、頭ねちょっといっぱい糸がいるか、はい、マーカーをつけました。こんな感じですね、はい、そしてもう一個長編みをここに編みます。はい、そしてちょっとここまでね編んできますね。はい、はい、ここまで来てちょっと待って、はい、ここですね、マーカーのところから右側に2目ね今開けてるんですけど、ここをね縮めていきたいので、ですね、そうです、ごめんなさい1個多く編んじゃってました。はい、マーカーの手前3目あるんですけれども、こちら側の2目を2目一度にしますね。でこんな風に3本になってから全部抜いて、そしてマーカーを中心に3目飛ばします。飛ばして長編みですね、1、2、3個飛ばして4つ目、4つ目にまた長編みの2目一度やりますので、こうですね3つになったら閉じますという感じで、こんな風にねなりました。マーカーを挟んで3つ開けてます。そしてその両脇は2目一度で縮めました。はい、であとまたここまでやってもう一回ここでね動画回します。はい、次のところに来ています。さっきやったことをもう一回やってみようと思います。まずこのマーカーはこの辺の真ん中の目につけています。そしてマーカーの左右1目ずつの合計3目は何も編まずに飛ばします。で、飛ばすんですね。で飛ばす3目の飛ばす3目ですね、こことこことここの隣の2目、ここを2目一度にします。ここね飛ばす直前の目は2目一度にするんですね。そしてここをね縮めていくんです。このように3本になったら抜いて2目一度ができました。そしてさっき申し上げたようにマーカーを挟んで1、2、3目飛ばして、次の4目目に長編みの途中を編んで、さらにもう1回隣にも長編みの途中を編んで、かぎ針に3本になってから全部引き抜いて2目一度をしてここを飛ばします。これをあと2辺ね同じことをやっていきます。はい、側面の1段目が編み終わって、側面の2段目に入って、ここからこう編んで長編みをねいつも通り編んできたところです。でまたここのところで、いつもと違うことをやりますので、
で今ですねこの下の段のところここの頭とここのこの2名一度の頭2名一度の頭この2個が中心になっているんですね。この2個が中心です。でその中心の右2個を開けているここにまた2名一度やります。長編みの途中、長編みの途中、かぎ針に3本になったら全部抜く、はい、そしてこの2名一度だった真ん中ここね2名を飛ばします。2目飛ばして3目目ここにまた2目一度長編みの途中さらに隣に刺して長編みの途中3本になったら引き抜くをやりますね。こんな感じになっていきます。ピンクが入ってきた途端ねなんかこうほんわかしましたね優しいピンクですよね。すごくねこうグレー薄い水色濃い水色柔らかいピンクってグラデーションになってきてすごい可愛くなってきてますね、はい、では、ここのところもう一回次のところに来たらねまた一緒にやりたいと思います、はい、こちらねもう一回先ほどのをやってみようと思います。まずここの穴の両脇ここは先ほどの段の2目一度の頭こっちの2目一度の頭になっています。でこの右側の2目一度の頭の隣2つ空いているところここを2目一度やります。長編みの途中をここに編んでその隣にも長編みの途中を編んで3本になったら引き抜きます。はい、そしてこの真ん中2個を飛ばして1、2飛ばして3番目のところ3番目のところここに長編みの途中をやってさらにお隣にも長編みの途中をやって3本になったら閉じますね。はい、これでできてきました。ではあとは繰り返しなので少しやっていきます。今ですね側面を6段編んだところなんですけれどもちょっとね大きくなっちゃったのでねまたちょっとね入らないんですちょっと横にしてみますね。こういう感じでこんな感じになってますね。はい、角角にこんな感じで色がねすごく可愛いです。やっぱりね、ブルー、グレー、ブルー濃淡、ピンクからここがちょっとなんていうのかなバニラ色みたいな色になって少しはっきりめのグレーになって今ねちょっとブルーが入ってきたっていう感じで、あとね毛糸がこれぐらいになったんですよね。だからここから取っ手に行こうかなと思ってます。ちょっとね足りなかったら一段ほどくことに、ね、なるのかもしれないです。今ですねさっきのところ、細編みで編み始めたところなんですけれどもここですね長編みの時に、2目一度をやったようにここも、当然ね2目一度をやりますね。ここと隣と3本になったら引き抜いてそして今までやってきたように2目飛ばして3目目に抜いて隣にも抜いて3本になったら抜くという感じですね。同じです。そして頂点まで一旦細編みでねやっぱりここの段は一周このまま細編みをねやってこようと思います。一周細編みをやって、次の時に、取っ手のねチェーンをつけようと思います。なのでここをずっとやってそしてここの頂点のところも今まで長編みだったけど細編みにしても同じように細編みにやってここどうしようかな。ここねチェーン2やるチェーン2やるかもしくは細編み5個にしてみようかなと思います。急にすいません。1、2、3、4、5
しないで細編み5個で、あ、そうですね、いい感じになってます。細編み5個、うん、チェーンをしない、鎖編み2目をしないで、この穴にを細編み5個にします。ではこれで1周していきます。はい、細編みの2段目に入ったところなんですけれども、ここの谷のところ、前の段は細編みでもう2目一度やったんですけど、ここからは次のね、取っ手の都合を考えて、ここはこの今までだとこっち側でね2目一度やってたんですけど、そこではなくて一番谷の2目を2目一度しますね。一番谷の底のところを2目一度でやります。そしてこちら側はずっと普通に山のところまで進めていきます。うん、うまくいくといいなと思ってるんですけど、あのチェーンのところを編むとね、チェーンのところの下は何もこう、ここですね、今からここにチェーンつけるとここに行かないことになるから、がそうなんですよ。だからね、うまくいくのかなってちょっとね自信なくなってきちゃって、そうで、ここ5目やった真ん中まで細編みをやって、ここからチェーンをやっていきますね。ここね、ここ2目一度真ん中でやった理由は、もし1目ずつ編むとここがちょっと外に出ちゃうと思うんですよね。でも2目一度谷でやったのでがスムーズかなと思います。はい、から次もう一回帰ってきた時はここは多分普通に2目一度とか何もしないで普通に編むことになるのかなと思っています。でここからチェーンをやっていきます。最近でチェーン40目とかそんな感じですね。1,2,3,4 でちょっとねやっていきます。まあ、チェーンを40目編んで40センチぐらいに、ね、なっていました。でそれでやっていこうと思います。そしたらこの隣の山に頂点のところに細編みをして、そしてまたずっと細編みしていきます。はい、チェーンのところまでやっていきました。ここもずっと減らし目とかしないで普通にね細編みをやっていこうと思います。でここからチェーンですけれども、上半目と裏山の2本を取って普通に細編みしていきます。そしてチェーンが長さが縮んでしまわないように気をつけながら編んでいこうと思います。こんな感じですね。こんな感じで編んでいこうと思います。今ですね、取っ手の、細編みが終わったんですね、両方。そして長さもね確認しました。でここからまず次最終段になるんですけれども、毛糸がねこれぐらい残ったんですよね。よかったと思って、それでどうしようかなと思ってて、この毛糸が可愛いからね、何もいろいろ切ったりとかもしないでずっと編んできたんですけれども、最後のね引き抜きのところをこの青い毛糸を2本取りにしてみようかなと思うんですね。これだけ残ってるから、それでも全然余るかなと思うので、ここの最後今引き抜いたんですけども、ここをねここですね、最後の細編みの途中にしておいて、でこっちの毛糸、ピンクから始まってるんですけど、ちょっとピンクは外そうと思います。ブルーでね行こうかなと思います。ちょっと毛糸ほぐしています。はい、ちょっとねピンクもったいないんですけど、ちゃいますね。
そうですね、1メートル50センチぐらいですね、切りました。そしてここからブルーを2本取りにして、最後引き抜き編みをねしていってみようかなと思います。そうですね、あ、ちょっと待ってください。このねバックバーですね、上ハメとバックバーに引き抜き編みをしていこうと思いますので、こうですね。そして今1目目のところにマーカーをしておきます。はい、そしてこちらの麻紐を切ってしまいます。そして次から上半目とバックバーですねを取って、この尻尾を全部ね進んでいこうと思います。ちょっと待ってくださいね。ここすごく遠かったですよね。ちょっと一回やり直してみます。すいません。ですよね、ここからやっていこうと思います。もう一回ちょっとね、この段を終わるところからやり直しますね。上ハメとバックバーに刺して、そしてこの今足した方の尻尾と切った麻ひもの尻尾を包んでから、はい、引き抜いてここですね、はい、そして今できた1目めにマーカーをしておきます。そして次も上半目とバックバーを取って、今度尻尾さんを外して、尻尾は外す、挟むを交互にやると綺麗に始末できますので、これを今度こっちにやって引き抜き、で次はバックバーですね。そして今度挟まないこと、バックバーにかぎ針を刺して、今度は挟む、今度は挟まないという感じでやっていくと、尻尾さんはきれいに入ってくれます。でこんな風になりますね、ちょっと青が目立っていいかなと思うので、はい、これでやっていきますね。上半目とバックバーをすくって引き抜き編みを一周していきます。今ですね、引き抜き編みを一周やってきました。こんな感じで青がね、ちょうど青だけが残ったので、青で縁取りができてね、可愛くなったかなと思います。であとここね、あと1目というところで、ここで終わって糸始末をしようと思います。でね、切っちゃいます。これぐらい残りましたほんのちょっとですけど、でもね、終わってるか、終わってるじゃなくて、ちょうど、なんていうのかな、足りてよかった。そう、糸がないっていう事件が起きなくてよかったです。ちょうどいいタイミングで、取っ手に移れたんだなと思いますね。では針に通したら、このマーカーを入れた1目目のところに一旦ね入れます。そしてここ離れてますけど、ここにね1目引き抜きのところに1目作る感じで、こんな風にね引っ張って、そして元のところに刺して一旦裏に出て、引っ
張って大きさを調整します。そしたら足をまたいでこっそり頭の下から戻ってきて、さらに足をまたいでまた裏に行くと、さっき作った鎖の目が固定されてね、どこだったかわからなくなりましたので、あとは裏側に返し縫いをしたら完成になります。今日も頑張りました。よいしょ。このね、リザーベさんで買った糸で作りたかったんですね、こういうバッグで。今最初はね、この糸だけで編んでたんですけど、結構ね、そこ出来上がってたんですけど、この糸がまあ柔らかいっていうのもあって太いけど、これだとね、ちょっとね、実用がどうかなとか、まあ、ちょっと不安になったので、今回は麻ひもをと引き揃えて作ってみました。はい、でもね、糸だけでもね、本当はすごく可愛かったんですよね。だから次にこの糸って何か作るとき、やっぱり糸だけの作品も一回はやっぱり作ってみようかなと思っています。あとね、ここはね、編んだところなんで大丈夫です。はい、あとね、あ、ここね、忘れてました。あらら、忘れていました。よいしょ。軽く通し戻しをしておきます。繊維をくぐって、よいしょ。そして返し縫いをしておきます。はい、はい、終わりました。完成したのではないでしょうか。この毛糸ね、すごい可愛いですよね。パステルで、やっぱりピンクと白と水色だと可愛いで終わっちゃうんですけど、ここにバニラアイスみたいな色と柔らかい薄めのグレーが入ってるから、すごくね、グラデーションが大人グラデーションって感じですね。今ちょっとね、形を整えています。はい、麻ひもはやっぱ硬いので、編んだ直後はね、こうなんかふにゃふにゃしていますけれども、使っていくうちにだんだん馴染んでいきますね。で、こんな、なんか可愛いですね。こんな感じでできました。あと普段使いにちょうどいいサイズで、まあ、そこがね、結果大きくなりましたので、今日ね、サイズはすごく難しいですね。高さを、一番低いところで高さを測ってみようと思います。このね、谷のところおよそ22センチですね。一番低いところで22センチになっていました。で、そこはこんな風になっちゃうので、こうですよね。そうすると、ここの減らし目の角から減らし目の角までは、出来上がり的にはね、21センチですね。21センチの底になっています。なんか正方形っぽい感じですね。はい。で、こんな感じで可愛くできたかなと思いますね。大きくないので、重さもね、そんなにないですね。はい。これなんかあれですね。お弁当とかね、パスタとかコンビニでとか買った時に入れたりとかしてもいいのかなとも思います。ちょっとコンビニに行く、ちょっとドリンク買いに行くとか、はい、ちょっとおやつ買いに行くとかいう時にもちょうどいいかなとも思いますし、ショルダーにもしたので、1日出かける時でもいいかなと思います。ただね、穴が開いてるデザインだから、鉛筆類はね、入れない方がねいいと思いますね。なんか袋に入れてからの方がいいかなと思います。こういう風にね、長編みだけで編みましたね。ここ取っ手のところだけ細編みになっていますね。綺麗なグラデーションが出てね、すごい可愛いです。今日もね、ちょっと画面に全部入りきれないので、また別撮りをしてこの動画の後ろにくっつけておこうと思います。今日も、長時間ご覧いただきまして本当にありがとうございます。今日のバッグ作ってみようかなと思ってくださった方は、チャンネル登録といいねボタンを
どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお目にかかります。緑川でした。はい、拙者タイムです。編み地をね、しっかりご覧いただこうかなと思って拙者をしています。ここがね、縁取りの細編みのところになります。こういう感じでこう2目一度っていうところが穴が開いてるような感じの編み地になっています。そこもね、かわいいんですよ。そこもこんな感じですね。ね、ここが中心ですね。こんな感じです。まあ、こうやってね、穴開いてますから、細かいものはね、袋に入れたらいいかなと思います。このね、色合いがね、毛糸のまんまの、その色合いを楽しみたかったので、シンプルに長編みで編んでみました。ではこの後ね、ぶら下げた動画も撮っておこうと思います。そこがね、グレーからブルーピンクバニラグレーブルーみたいな感じでね、できています。可愛くできました。これね、麻ひも入ってますけども、小ぶりなので、結構ね、軽く仕上がったかなと思います。こういうね、上がこう、なんていうのかな、山は谷みたいに、はい、まあ、Vみたいになったのね、初めて作ってみました。すごいね、楽しかったです。皆さんもぜひ、麻ひもと何かお手持ちの糸で作ってみてください。はい、またまたチェックにやってきましたね、社長さん。社長さんは、バッグには興味がありません。興味があるのは母ちゃんのお手手ですね。はい、はいはいはい、今ね、麻ひもと農家のひも入ってるんですけどね、結構容量ございます。結構たっぷり入ります。